ベニール・ダリウスシュは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。アッシリア人。西アーザルバージャーン州オリューミーエ出身。アメリカ合衆国カリフォルニア州在住。キングス MMA 所属。UFC 世界ライト級ランキング3位。イランで農場を営む家庭に生まれ、9歳の時にアメリカ合衆国に移住した。2007年から、ブラジリアン柔術を始め、 5年で黒帯を獲得。2009年に、プロ総合格闘技デビュー。2010年10月、世界農技柔術選手権に出場し、チャオビミドル級で、金メダルを獲得した。2014年1月15日、UFC 初参戦となった UFC ファイトナイト、ロックホールド VS、フィロプーで、チャーリー・ブレネマンと対戦し、リアネーキドチョークで 1R1 本勝ち。 2015年3月14日、UFC185 で、ダロン・クルック・シャンクと対戦し、リアネーキド・チョークで 2R1 本勝ち、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2015年4月18日、UFC オン・フォックス15でライト級ランキング12位の、ジム・ミラーと対戦し、3から0の、判定勝ち。2015年8月8日、UFC ファイトナイト、ケラ・ VS。 ストリート、プルーでライト級ランキング5位のマイケル・ジョンソンと対戦し、2から1の判定勝ち。2016年4月16日、UFC オンフォックス19でライト級ランキング14位のマイケル・キエーザーと対戦し、リアネーキドチョークで 2R1 本負け。2016年11月5日、UFC ファイトナイト、ドス・アンジュス VS、ファーガソンで、 ライト級ランキング15位のラシット・マゴメドフと対戦し、3から0の判定勝ち。2017年3月11日、UFC ファイトナイト、ベウフォート VS、ガストラムでライト級ランキング5位のエジソン・バルボーザと対戦し、右飛び膝蹴りで 2RKO 負け。2017年10月7日、UFC216 でライト級ランキング14位のエヴァンダナムと対戦し、 1>, 1から0の判定ドロー。2019年3月9日、UFC ファイトナイト、ルイス VS、ドスサントスで、ドリュードーバーと対戦し、トライアングルアームバーでに r 1本勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2019年10月26日、UFC ファイトナイト、マイア VS、アスカレンで、フランクカマチョと対戦し、リアネーキドチョークで 1R1 本勝ち、 パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2020年3月7日 UFC248 でドラッカークロースと対戦。にあるチューバにクロースの右フックでぐらつくものの直後に右フックで逆にクロースをぐらつかせ最後は左ストレートで逆転の小勝ち3戦連続となるパフォーマンスオブザナイトを受賞した。また ダリウーシュはこの試合で同年の UFC カムバックオブザ・イヤーを受賞した。2021年2月6日、UFC ファイトナイト・オーバーム VS ・ボルコフで、ライト級ランキング10位のディエゴ・フェレーラと再戦し、2から1の判定勝ち、ファイトオブザ・ナイトを受賞した。2021年5月15日、UFC262 でライト級ランキング5位の下、 UFC 世界ライト級暫定王者、トニー・ファーガソンと対戦。3度のテイクダウンを奪い、ヒールフックを極めかけるなどグラウンドの攻防で圧倒して3から0の判定勝ち。7連勝を飾った。ありがとうございます。